ぱりこれが大切なんですよ。品種分解、徹底的にイチゴも余さず全部説明できるかっていう練習をするとめちゃくちゃスコア伸びます。なるほど。はい、そんな感じです。で、これができて初めて多読いっぱい練習しようねだと思ってるんですよ。はい。There are many guests at the event. Mr. Saro invited them to show とかって聞こえてきたら自分も真似しながら There are many guests at the event って話す感じです。そうするとどんどん自分の頭の中に入っていって、はい、フレーズがそのまま英語の音で理解する。 KPC Channel。はい、ということで2つ目は一区切りです。ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問お願いします。どうぞ。はい、先日トイックを初めて受けさせていただいて、リーディングを自分の中では結構頑張ったつもりだったんですけど、リスがすごい伸びなかったんで、その時にどういってリーディングをスコアを伸ばしていったか、そのテクニックについて教えてください。ああ、なるほど。なんかそもそもどんな勉強なさったんですか？自分はとりあえず単語をひとまずやって、それと同時に公式の問題集と、あとパート5と6ができるとリーディングはスコアが伸びるよみたいな話を聞いたので、それしました。あ、なるほどなるほど。単語はどうやって覚えましたか？とりあえずやり方は説明できない感じで、もとりあえずがむしゃらにみたいな感じですか？自分が少しサボっちゃったのもあるんですけど、最後まで1回やるよりは、その真ん中、このキンフレの半分くらいまではちゃんとに覚えられた方がいいかなって感じ。ああ、なるほど。なるほど。まあ、具体的なやり方ってなんか語れます？単語帳の使い方。もう見て、意味を隠して見て、意味が思い出すことができなかったら、それにチェックをつけて、ああ、なるほど。単語でそれをやったと。はい。了解です。じゃあちょっと次のページお願いします。はい、キーフレがすごく有名な、まあ、教材だと思うんですけど、はい、まあ、特に気をつけてほしいのはこの3つですね。反対言葉の関係のものは必ずセットで覚えるっていうところ、はい、うん、例えば何か適当な一つの単語が与えられたら、それの反対言葉言えるかなって自分で考える癖をつけるとか、はい、これめちゃくちゃ効率が良くてセットで覚える。そうですね、うん、長期記憶になりやすいです。で、まあ、同じ話で類義語、はい、似たような言葉もセット、これ全部解雇するとか、うん、はい、人の雇用を外すっていう意味の動詞だと思うんですけど、全部セットで覚えるとか、はい、それは効率的に、はい、うん、で火星語って書いてるんですけど、これはご存知ですか？聞いたことありますか？確かにその語感があって、その最後この特定のスペルだとこういう形になる。そうそう、これをですね、サフィックスとか設備詞、はい、サフィックスとか設備詞って言うんですけど、はい、うん、これでまあおおよその品詞、まあ、名詞か形容詞か動詞かとかが決まるので、はい、まあ、それを設備詞を知っておけば、おおよその意味がわからない、初めて見る単語でも、まあ、語感さえわかれば大体予想がつくっていうことが起こるんですよね。そうですね、うん、でこれはじゃあご存知だったのかな、返答の感じだと。まあ聞いたことがある程度で、実践はあまりできてないです。あ、本当にこれ効果あるのかな、聞いたことあるけどみたいな感じなんですかね。そうですね、自分で本をちゃんと読むとかは、あ、理論的なところなんかな、飛ばそうみたいな感じ。そうですね、めっちゃ聞くんでやってください。はい、そう、めちゃくちゃ効果絶大なんで、ぜひぜひ。はい、例えばサフィックス、設備詞、まあ、20個30個ぐらいは覚えとこうかなとか、はい、うん、例えばあと他に何があるかっていうと、まあ、類義語対義語普段から気をつけようとか、はい、で単語でちょっと1個気になったのが、はい、単語で見てたっておっしゃってたじゃないですか、はい、実は単語単体で覚えるよりキンフレの、まあ、右ページですかね、まあ、その文章で載ってると思うんですけど、はい、あちらで丸々訳す練習をした方が効率的っていうのはよく言われますね。あ、じゃあやってなかったんでやろうと思います。ぜひぜひ試してみてください。はい、なんでかっていうと本番単語で出ないじゃないですか。そうですね、うん、まあ、単語なんですけど、うん、まあ、やっぱ文章でそのまま読むっていう練習にもなるし、うん、はい、そっちの方が効率的というか、そっちで実践なさってる方が多いかなと思います。確かに自分も単語の意味は分かるのに、文章全体になってくると、なんかどういうニュアンスなのかよく分からなくなっちゃって。あ、なるほどなるほど。だから多分なんか暗記大会みたいになっちゃってるから。あ、なってますね。うん、でそのニュアンスも考えるところも訓練するとかなり改善されると思います。はい、はい、で、まあ、単語はそんな感じですかね。でプラスアルファちょっとね、雑学チックじゃないですけど、取り組み方が結構大事らしくて、はい、まあ、なんて言うんでしょう、初めて見る単語があるとしましょう、はい、でそやつをですね、めちゃくちゃその1日で何回も繰り返そうが、 2,3 週だけとか1回だけチラッと見て覚えようが、はい、初めて見た単語ってその日に どれだけ深くやろうが、中ぐらいだろうが、ちょっとやろうが、1週間後に多分忘れてるんですよね。はい、ということは何が効率がいいかっていうと、やっぱりコスパ的にはほどほどがいいってことなんですよ。なるほど。なので集中してめちゃくちゃ深い勉強を、まあ、例えばキンフレだと1から40をその日めちゃくちゃ魂を込めてやる、2日目41番から80番の単語を出るのではめちゃくちゃ非効率ってことなんですよね。はい、なので広い範囲を高い数ペチペチ針線で叩くイメージで、はい、そう、例えばそのペースで言うと300語ぐらいですかね、40×7 で1週間だと280語になるので、まあ、例えば300語、はい、まあ、意外とねいけるんですよ。300語を1日ね、1週1日目はもう地獄です。300語全く分かりません。多分1日覚えれるのは5語とか6語、はい、うん、
はい、もうほんと目を通すレベルですね、1日目は、はい、で、これを 7日分するの方が、する方が断然コスパがいいんですよね、実は、はい、300号を7週、まあ、7日分繰り返すっていうのと、さっき言った、まあ、独立してやるっていうのじゃ全然違くて、もう独立している場合、例えば7日目って後半の、まあ、280に近い方の後半の単語をやるわけじゃないですか、はい、多分1日目2日目の単語ほとんど忘れてますよね。そうですね、自分もそれを思いました。なのでそれを意識するといいかなと思いましたっていう感じですね。なので僕はもう極端にやってたんですけど、学生の時、はい、もう単語帳を買ったその日に半日ぐらいかけて2週ぐらい目通してました、ね、なるほどっていう感じで、もうこの理論にのっとってどんどん覚えていきました。はい、はい、自分もそうしようと思います。ぜひぜひやってみてください。はい、はい、まあ要するに、まあ、全然覚えれないから不安になるって思いがちなんですけど、結局のところ、はい、TOEIC の試験日に覚えていた人がスコアを高く取るので、はい、あ、TOEIC の日に仕上げればいいよねって結構気楽に覚えるといいかな、はい、うん、例えば 2,3 日目結構やばいと思うんですよ、メンタル的に、はい、あ、みんな、ね、全然覚えてねえしみたいな、意味あんのかよこれって思うかもしれないんですけど、はい、まあ、広い範囲をやっていって、まあ、その7日目、8日目、9日目、10日目ってだん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 ね、穴が埋まっていく感じがね、結構現実的かなっていうの、そっちの方が現実的かなっていうのすごく思いました。はい、はい、っていう感じですね。で、これがね、単語に関する、まあ、ざっとなお話なんですけど、はい、まあ、とはいえ単語だけ覚えてても解けなくて、文法に関する話なんですけど、はい、これは絶対どの学年どのレベルでもした方がいいなって思ってて、はい、まあ、精読ですね。聞いたことありますか？聞いたことはあります、うん、でこれを TOEIC の公式問題集をその解くじゃないですか、はい、本番はねもういちいちこう品詞分解とか精読せずに何て書いてあるかが読めればいいわけですよ、はい、TOEIC っていうのは、まあ、その限られた時間内に情報を書かれてある情報をピックアップして情報処理していく試験なので、はい、まあ、精読はしなくていいわけですよ、はい、でも一回模試とかを解いた後にこの精読をするかしないかで、はい、かなり読解スピードとかに関わってくるかなと思います、はい、というのも精読って何かっていうとこの、画像があると思いますけど、はい、どこが主語かどこが動詞かで、他にもここは何を修飾しているのか、前置詞プラス名詞でここは塊で見るね、はい、というふうに、まあ、色ペンじゃなくてもいいんですけど、全ての言葉全ての塊をこれはこの品詞、これはこの品詞、これは接続詞、これは関係代名詞、これは前置詞、これはここは動詞みたいな感じで全部言える状態にするっていう練習をしてました、ね、なるほど、うん、これはやらないと絶対に読解スピードとか読解の精度っていうのは絶対上がらないと思います。はい、スポーツでいうとフォーム練習みたいな感じです。なるほど。でも本番っていちいち自分のフォームとか気にしないと思うんですよ。そうですね。あ、肘の角度はこうねみたいな、多分本番は気にしない、はい、でも練習のちっちゃいところの練習とかパート練習とかではおそらく細かいこともする、はい、それがこの精読に当たる部分かなと思います。なるほど。ぜひどこが動詞かどこが主語か前置詞プラス名詞、これは何を修飾しているのかっていうのをこういう色ペンとかで全部分解できるように、それを練習してみるといいかなと思います、はい、教材によってはこういうことが解説書に書いてある教材があるんですよ。あ、長期の教材で、はい、これをやってみるといいかなと思いました。了解しました。一旦ちょっと TOEIC の教材にちょっとこだわりたいってすごく分かるんですけど、うん、はい、ちょっとスライドに後から編集して貼っておくんですけど、長文基礎成功ってやつなんですよね、はい、とかで聞いたことありますかね。聞いたことはあります。有名で、やっぱりこれが大切なんですよ。品詞分解徹底的に一語も余さず全部説明できるかっていう練習をするとめちゃくちゃスコア伸びます。なるほど。はい、そんな感じです。でこれができて初めて多読いっぱい練習しようねだと思ってるんですよ、はい、結構精読飛ばしてとにかく問題を解くってやっちゃいがちかなって思います。自分もそうやってました。もうフォーム練習せずにやってたんだなって今思いました。そうなんですよね。なので効率、せっかく頑張るエネルギー使ってるけど効率が悪くなっちゃってたのかなと思いました。はい、はい、なので得られる経験値がめっちゃ上がるって思ってください、精読することによって。はい、はい、という具合でございます。っていうのがまあ基礎的なお堅い話なんですけど、まあ、はい、TOEIC 特有のまあ小手先のテクニック的なものも、まあ、その解放テクニックとかって書いてるんで、まあ、はい、言った方がいいのかなっていうことで次のスライドお願いします。はい、ぜひお願いします。はい、まあこれは小手先だと思ってて、はい、まあ、結局一番大事なのはさっき話したことです、はい、でもこっちも大切だよ、気軽に使えるよみたいなのがこっちです。まあ何かっていうと一番目、設問先読みで、まあこれ結構初心者とか中級者がやるテクニックだと思うんですけど、まあどっかで聞いたことあるしやってると思います、はい、先に設問を読むことで何を聞かれてるのか先回りしてそれに注意しながら長文を読むみたいな、はい、うん、まあこれはそうですね。でも慣れてくるともうそんなに気にせずとりあえず読んで設問見るっていう風になってくるんで、はい、うん、この設問先読みしてもしなくてもいいよねってなってくると上級者になったんだなっていうターニングポイントだと思ってください。なるほど。はい、まあ、もう日本語の問題でわざわざこれしませんよねっていうのと一緒ですね、まあ、小学校中学校の問題とかで、ね、そんなイメージです。なるほど、うん、で2つ目ですね、本文中に使ってる単語が、まあ、露骨にそのまま入ってる選択肢は大体フェイクだったりダミーだったりするんで、もし何もわからなくて当てずっぽうで当てたい時はこれはなるべく避けるっていうのも結構言われたりしますね。確かにそんな経験が多少自分もあったような気がします。しますか、まあ、これはもう TOEIC に限らずですね。はい、で、3つ目ですね。これは、設問が、まあ、パート6とかパート5にあると思うんですけど、はい、これは
文法の知識のみで、すなわち空欄の前後だけを見ることによって解ける問題なのか、そもそも最初から全部読まないと解けないのかっていうのをまずチェックした方がいいかなと思いました。はい。赤いパターンだと、例えば選択肢がさっき言った通り五感は全部共通していて、あ、ティーブ、はい、ティーブなんたらティーなんたらションみたいな感じでね、あのお尻だけが変わっているパターン、これは赤いパターンなんですよ。はい、そうですね。そうですね。前後の単語を見てそれだけで解くみたいな感じでっていうのも小手先のテクニックかなっていうふうに思いました。はい。まあ、知っているのも混ざっていると思いますけど、まあ、ぜひ参考にしてください。ありがとうございます。はい、そんな感じですね。次、はい、お願いします。4つ目。はい。英語なんですけど、英語のリスニングの勉強の方法がいまいちよく分かっていないんで、そうやって勉強していったか教えてください。リスニングの勉強も習いませんもんね、学校で。はい。なので、もう全然どこから手をつけたらいいのか分からないです。あれ何なんですかね ?CD 流すだけぐらいだったから、まあ、教えてくれてもよかったんじゃないかなって僕思いますね。そうですね。うん。で、これはまあ、どうやるかっていう話をしたいと思うんですけど、はい。ちょっとすいません、質問返しで、じゃあ、これまではどうやってやられてたんですかっていうところなんですよね。なんか、勉強というよりは、その試験問題をがむしゃらに解いてるような感じでした。あ、なるほど。AK とか TOEIC だったら、その CD を流してとりあえず解いてみようみたいな感じ。なるほどなるほど。僕もそうやってやってましたね最初。はい。すごい気持ちわかります。じゃあちょっと次のページお願いします。はい。でこれ何かっていうと、ちょっと結論を言う前にちょっとお話で、はい、結局のところリスニング力って何かっていうと、どれだけ自分の脳みそに、まあ、英語ネイティブが話す英語の音声が入ってるかどうかなんですよ。はい。というのも今僕がこうやってお互い話してるじゃないですか会話で。はい。でそれはスラスラ初めて聞くような、まあ、フレーズはないわけで、あらかじめお互い日本語のフレーズが全部頭の中に入ってるから、こういう風にリアルタイムでライブでもお互い喋ってることを処理して会話が成り立ってるっていう風に考えてほしいんですよ。そうですね。そうなんですよ。いちいち僕の言っていること言葉をそれこそ品詞分解してるわけなくて今タニーさんが言った文章主語は誰かな、タニーさんかな、僕かなみたいなことは主語は何かなとか多分感じてないはずなんですよね。はい。もうそのままの言葉、今まで聞いたことのある音声を照合して意味をどんどん瞬時に、まあ、処理している状態なんですよ。はい。英語のリスニングも実は同じなんですよね。はい。なのでリスニングの勉強の目的は結構作業チックになるんですけど、目的は、はい、このネイティブの、まあ、英語の音声、まあ、イメージとしては MP3 ファイルを、はい、どんどん頭に入れていく作業なんだって思ってください。はい。このデータ数がファイル数が増えれば増えるほど成績が上がるって思ってください。はい。なんでかっていうと、聞いてから考えてるようじゃ遅いわけなんですよね。そうですよね。なんか会話にはできませんもんね。そうなんですよ。うん。で、例えばもう書いてる言葉があると思うんですけど、スライドに、はい、もう中学生読みでシンクアバウトとかゲットインとかシュートオンとかゲットトゥーって読んでたらもうアウトなんですよ、ね。そうですね。もう赤い部分をつなげてそのままのネイティブの音で読む。でこれ特に有名で、はい、リエゾンとかって言ったりするんですけど、はい、ここが赤いところ、単語のお尻と単語の頭が、まあ、その子音と母音になっていたらつなげて読んでもいいよみたいなルールです、はい、うん、っていうのも意識しながら読んだり聞いたりするといいかなと思いました。はい。センカバーズ、ゲレイン、シューローン、キャッチューみたいな感じで、はい、で、具体的な方法に行きたいと思います。次のページお願いします。はい。初心者用、中級者用と、まあ、上級者用ってあるんですけど、はい、最初にやるときは上のやり方がおすすめですね。オーバーラッピングっていう方法で、はい、これ何かっていうと、まあ、CD とか音声、まあ、iPhone とかに取り込んで再生すると思うんですけど、はい、これを全く被せながら完全コピーしながら自分も発音するって感じです。これがオーバーラッピング、はい、うん、これをすることで自分の頭の中に音声ファイルがどんどん増えていくイメージですね。はい。なので、まあ、音声が Dear many guests at the event Mr. Saro invited them to show とかって聞こえてきたら自分も真似しながら Dear many guests at the event って話す感じです。そうするとどんどん自分の頭の中に入っていって、はい、フレーズがそのまま英語の音で理解する、まあ、そのなんていうの、機会が増えてくるので処理スピードが上がっていくっていう仕組みなんですよね、はい、っていうのが大事。目的はどんどん英語の音声を頭の中にストックしていくイメージで、うん、もう一つが、シャドーイングって方で、これは、流れている音声ちょっとずらすイメージです。はい。スクリプトは見ずに追いかける。あ、そうです、ね、そうそう、聞いたことあると思うんですよね、このオーバーラッピングとシャドーイング。中学校の授業でちょっとだけやったような気がします。僕もなんか中学校とか高専の授業で取り組んだんですけど、はい、まあ、まさかなんか先生がなんかね、なんて言うんでしょう、本当に重要な、なんか誰もがやってる方法としてやってるじゃなくて、なんか、あ、なんかこういうもんなんかなっていうふうに、なんか引っ張られるように取り組んでたんで、はい、まさか、ね、こういうふうに役に立つ方法とは思ってなかったんですよね。自分もあんま気に留めたことはなかったんで。なのでこれをおすすめしますね、僕は。ありがとうございます。はい。なので、結構ね、作業チックというか、本当に退屈な作業になる時もあるんで、はい。まあ、友達と待ち合わせして、小テストし合うとかしないと多分、続けるのは難しいかなと思います。はい。あと、教材を自分の興味があるものにするとかしないと、結構挫折しやすいですね。ああ。考えることがないじゃないですか、これ。そうですね、もう。だって、言われたものをそのまま読んだり。要約すると、覚えなさいって言われてるのと一緒で、はい。音声をどんどん記憶していきなさいって言われてるのと一緒なんで、まあ、それは結構、環境の工夫がめっちゃ大事ですね。なるほど。はい。という具合でございます。友達誘ってやってみようと思います。ありがとうございます。ぜひぜひ、機会があればどうぞ。はい、じゃあ次お願いします。はい。はい、取るべき資格や検定とかってありますか？ああ。
Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.